それでは第4回定例会の無事に記者会見を始めさせていただきます。はじめに佐藤市長からご挨拶を申し上げます。おはようございます。ただいまから、第4回定例会の無事に記者会見のことをお願いをしたいと思います。私にとりましては初めての定例会ということになりますので、開会挨拶については、これからしっかり準備をして、私の4年間の姿勢を望む姿勢の一端をお話をさせていただきたいというふうに思っております。また後ほどお発表いたしますけれども、新型コロナウイルス感染症対策緊急対策事業をはじめとして、補正予算を編成しております。これをお諮りするということになりますので、これについての議論をしていただく議会になろうと思います。これから内容についてご説明しますので、どうぞよろしくお願いします。それでは最初に私の方から、発表事項の1番、飯田市新型コロナウイルス感染症緊急対策事業第6弾についてご説明をさせていただきます。今回、第6弾の事業として、補正予算に盛り込んでおります事業につきましては、この一覧表の通りですけれども、総事業費としては6282万8000円ということであります。事業者等への支援ということで、雇用調整助成金の申請費用の補助、地域子育て支援拠点施設の感染症予防対策への支援、発達センターひまわりの感染防止対策のための資材整備、これらを盛り込んだ事業者等への支援、それから個人の支援といたしまして、飯田市新学生の感染症検査費用や非正規用の補助、成人式に参加する新成人への抗原検査費用の補助、高齢者介護医療従事者等への抗原検査費用の補助を盛り込んでおります。また地域の医療を守るというカテゴリーでは、休館診療所の施設整備ということで、盛り込んでおります。なお個人への支援ということで掲げてあります、高齢者か失礼介護医療従事者等への、抗原検査費用については、地域医療を守るというカテゴリーにも入るものだと思っております。それから教育現場への対応ということで、講演活動延期等への支援、それからその他の対策ということで、先日開催いたしました、第1回目を開催いたしました、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議の開設に要する費用についても盛り込んでおります。詳細について、ご説明いたします。最初に、事業者等への支援ということで、雇用調整助成金の申請費用の補助につきましては、第1弾、第5弾で、出しているものの追加分ということになりますが、書類作成のための社労士に支払った費用の一部の補助ということでございます。地域子育て支援拠点施設の感染症予防対策への支援ということですが、これにつきましては、新型コロナウイルス症の感染防止に配慮した相談支援体制、具体的にはテレビ電話を活用した相談支援やオンライン会議用の通信機能を備えた端末機等の整備、これに対して、経費を補助するという内容でございます。それから発達センターひまわりの感染防止対策のための資材整備ということで、感染予防対策の費用の対策用の資材を整備する費用を盛り込んでおります。次の個人への支援、最初にバックトゥイダイキャンペーンにつきましては、これは私が選挙期間中に、公約というか、マニフェストには間に合ってなかったんですけれども、公約として、お話をしてきました、飯田出身学生が、年末年始に帰省することを支援する、このための予算であります。今コロナ禍の状況の中で、毎日不安な日々を過ごしながら、学業に励んでいる飯田市出身の学生、
この皆さんが年末年始に安心してふるさとを帰省できるようにという趣旨で、今それぞれお住まいのところで事前に検査を受けた上で帰省する、こういったケースに PCR 検査または抗原定量検査の費用の一部、および帰省費用の一部を補助するという内容であります。対象につきましては、飯田市および下伊那郡の地域外、飯田下伊那地域外に居住して、検査を受けて帰省した学生ということであります。PCR 検査の費用につきましては、上限1万8000円、抗原定量検査費用については上限6000円、帰省費用については定額で2000円ということで補助をいたします。対象期間については、12月19日から翌年の1月11日までということで考えております。なお、この次の成人式もそうですけれども、今後の感染症の、患者の発生度状況によってはですね、いろいろな意味で見直しを迫られる可能性はある、そのようにも考えております。個人の支援の2つ目、新成人は成人式などなく迎えられる支援ということで、成人式に参加する新成人のへの感染症検査費用を補助します。飯田下伊那地区外に在住の新成人、この方々が成人式に安心して参加できるように、成人式直前に実施する抗原検査で抗原定量検査の費用の一部を補助するものです。対象者は成人式参加者で、飯田下伊那地区外に在住する新成人ということで、抗原定量検査の費用を上限6000円で補助をいたします。1月10日の午後に成人式が開かれるということになっておりまして、飯田市内では、その直前、1月8日から1月10日の午前中までの間に検査する、この検査費用を補助するものであります。検査期間はご覧のとおりです。個人の支援についてもう一つ、高齢者および介護医療従事者等への抗原検査費用の調整ということでございます。最初に高齢者、65歳以上の高齢者および基礎疾患を有する方が本人の希望により感染症にかかる抗原検査を受けた場合に、負担額の一部を調整するということであります。上限6000円で補助いたします。それから市内の医療機関、介護サービス事業所、障害福祉サービス事業所の業務に従事する方が新型コロナウイルス感染症にかかる抗原検査を受けた場合に負担額の一部を助成するということで、こちらにつきましては上限4000円、2分の1を助成するという考え方で、補助をするものであります。次に地域の医療を守るということにつきましては、休日夜間休館診療所の施設整備ということで、発熱患者の外来を想定いたしまして、オンライン診療をできるような施設整備ということで、具体的には、プレハブとオンライン診療に必要な設備ということになりますが、これを休日夜間診療所に備えるための補正予算であります。なお、先ほど申し上げましたように、介護医療従事者等への抗原検査費用の補助については、地域医療を守るという側面もございますので、こちらの前に再起を出しております。4番の教育現場への対応につきましては、これも第1弾、第5弾で、すでに実施していることですが、修学旅行等の延期または中止により、感染症の補助、それから5番につきまして、その他の対策につきましては、これも先ほど申し上げましたように、専門家会議の開設のための、費用を計上をしているというものであります。なお、最後の米印ですけれども、後ほど、補正予算の内容としてご説明いたしますが、これまで実施してきた事業の進捗状況を考慮しまして、減額補正をかけるものもございます。そういった減額補正をかけるものの財源も含めて財源を確保して実施するものであります。
以下、参考資料につきましては、これまで実施してきた緊急対策事業を、おさらいをしている資料になりますので、ご覧いただきたいと思います。私の方からは以上です。2番、3番につきましては、それぞれ総務の方から説明をさせていただきます。それでは、括弧1から括弧3まで関連ございますので、引き続きで、報告を発表させていただきます。括弧2、有価証券第4回定例会、提出議案について、総務から。はい、それではお手元の第4巻定例会の、まとめをご覧いただきたいと思います。今回の提出案件につきましては、報告案件が4件、人事案件が2件、条例案件6件、一般案件が10件、予算案件8件の合計、30件でございます。まず報告案件でございますけれども、報告第34号につきましては、損害賠償の額を定める選挙処分を行うことにつきまして、報告するものでございます。今年の9月14日に発生いたしました、自動車事故による物的損害にかかる賠償額、149,160円、これを定めまして、令和2年の11月10日に選挙処分したものでございます。35号につきましては、損害賠償の額を定める選挙処分を行うことにつきまして報告するものでございまして、固定資産税にかかる相続人の調査につきまして、市が誤ってした、相続手続きを依頼する通知によりまして、不要な、相続放棄の、手続きを行った費用にかかる賠償額、これは3番3年を定めまして、令和2年の9月1日に選挙処分したものでございます。報告第36号につきましては、損害賠償の確保を定める選挙処分を行ったことについて、報告するものでございまして、職務上の事故による物的損害にかかる賠償額、このまま141,735円ということでございますけれども、令和2年10月16日に選定処分したものでございます。37号につきましても、損害賠償の確保を定める選定処分のことについて報告するものでございます。今年の9月19日に発生いたしました上里体育館の施設管理の瑕疵ということでございまして、人的損害が、その賠償額は4,960円ということでございますけれども、人事案件の関係処分したものでございます。続きまして、人事案件でございますけれども、議案第3号につきましては、教育委員会の委員の任命追記ということでございまして、委員1人の任期満了と伴いまして、委員の、任命、これは3人ということでございますけれども、議会の同意も取れるものでございます。104号につきましては、固定資産評価審査委員会の委員の選任についてということでございまして、委員1人の任期満了と伴いまして、委員の選任、これは審議でございますけれども、同意を求めるものでございます。続きまして、条例案件でございますけれども、ギャル大会5号につきましては、飯田職員の給与に関する条例の一部を改正する条文制定ということでございまして、人事勧告に伴いまして、準じまして、決まってあるの、支給月額の引き下げ、0.05 を付け分でございますけれども、これを行うために、関係条例の一部を改正しようとするものでございます。なおこの、この案件につきましては、基準日の12月1日ということで即日の議決という、予定になっております。続きまして106号につきましては、飯田市地域経済経営事業の促進にかかる固定資産税の課税免除に関する条例の一部を改正する条例の制定についてということでございまして、中小企業の事業継承の促進のための中小企業にかかる経営の継承の円滑に関する法律等の改正に伴いまして、条例中に引用する省令の名称を、改正しようとするものでございます。107号につきましては、飯田市中山間地域の地域振興住宅の運営に関する条例一部を改正する条例の制定ということでございまして、新たに設置する、中梅川の第三地域振興住宅、この2か所も、設置規定を行うために、条例一部を改正しようとするものでございます。108号につきましては、飯田市国民年保険税条例の一部改正する条例の制定についてということでございまして、地方税法施行令の改正に伴いまして、国民年保険税の減額にかかる所得の基準額を引き上げる等の改正をしようとするものでございます。109号につきましては、飯田市公共鉄道事業、受益者負担に関する条例の一部改正する条例の制定ということでございまして、租税特別措置法の改正に伴いまして、条例中に引用する用語の改正をしようとするものでございます。110号につきましては、飯田消防団条例一部を改正する条例の制定についてということでございまして、
令和3年度から7年度までを計画期間とする飯田市の第12市消防力設定計画策定に伴いまして、必要な、体制整備等を行うために条件一部を改正しようするものでございます。続きまして一般権でございますけれども、一般権のうち公営施設の指定監視の指定につきまして7件ございます。議案第111号が飯田市の鉱山地域振興センター、112号が飯田市の小松グループ研修センター、113号が飯田市の雑大工夫プラザ、114号が飯田市の中央デイサービスセンター、117号が市営住宅等及び共同施設等、119号は飯田市コミュニティ防災センター、120号は飯田市総合運動場、飯田市運動場体育センター、飯田市勤労ステーションの方の以上7件でございます。115号につきましては、当時、供給契約の一部変更についてということでございまして、市道南市内142号線の道路再開復旧工事の内容の変更により契約金額を増額したいというものでございます。116号につきましては、損害賠償の確保を定めることについてということでございまして、今年の8月の中に発生いたしました、自動車事故による物的損害にかかる賠償額、57万1217円と定めたいとするものでございます。118号につきましては、工事契約の一部変更についてということでございまして、ザ・工事スマートインターの協力上部と工事の内容変更による契約金額を増額したりするものでございます。この、議案につきましては、工期が、議会閉会後の12月18日となっているために、即日の議決をお願いしたいということになっております。最後に予算案でございますけれども、121号が、税を免除に出し、一般会計税予算第9号案、122号が、第10号案、123号が、令和2年度の飯田市介護保険特別会計補正予算第3号案、124号が、令和2年度飯田市水道事業会計補正予算第1号案、125号が、令和2年度飯田市下水道事業会計補正予算第1号案、126号が、令和2年度飯田市介護老人保険施設事業特別会計補正予算第1号案、127号が、令和2年度の飯田市病院事業会計補正予算第4号案、最後の128号が令和2年度各財産部会計補正予算第1号となっております。先生、よろしくお願いございます。それで私の方から補正予算の9号、10号についてご説明申し上げます。着座に失礼をいたします。最初に、一般会計補正予算第9号でございますが、先ほど市長から飯田市の新型コロナウイルス感染症緊急対策事業第6弾ということで実施する事業についてご説明申し上げましたので、私からは、これまで行ってきた事業の減額に伴う部分、それから予算の編成上で行った措置等をご説明申し上げたいと思います。横向きの事項別明細書をご覧いただきたいと思います。第9号案についてございますが、補正の総額は2015万7千円でございます。主な内容は2段書きになっておりまして、新型コロナウイルス感染症対策事業費ということで、先ほどご説明申し上げました6282万8千円でございます。2段目に書いてございます新型コロナウイルス感染症対策事業の終了による金額ということで、主なものを4点挙げておりますが、感染症対策事業自体の終了、さらには感染予防のために事業が中止となったもの等がございます。これを全部合わせて今回の補正予算で3億6267万1000円を減額するものでございます。主な内容4点ご説明申し上げますが、まず1点目、事業継続支援緊急助成金事業でございます。これも一般的に言われているのは家賃補助でございまして、5月11日から7月10日までの2ヶ月間行ったものでございます。この2ヶ月間ということで、国の家賃補助の配信までのつなぎということで急遽行わさせていただいた事業でございます。大きな減額にはなっておりますが、実際の支給点数は2ヶ月間で503件、5940万円の支出ということでありますので、他の例を中心に一定の成果があったものと考えているものでございます。続いて2階に行っていただいて、感染症拡大防止協力事業と支援事業でございます。
これは県の事業でございまして、県の休業要請に協力した飲食、旅館、娯楽業等の事業者に対しまして、30万円の補償をするという事業でございます。県が20万円で、市が10万円という補助をするという事業でございまして、飯田市では、この間に675件の支給を行って、6750万円の支給をいたしました。参考ですけれど、全県でいきますと、12,694件というふうに変わっております。3点目、飯田市持続化支援特別給付金事業でございますが、これは前年対比で 80% 以上の減少をした事業者に対します。これは宿泊事業者と旅行業者でございますが、法人で100万円、個人で50万円の給付をする事業でございます。6月1日から7月末までの間で行ったもので、全て49件、4325万円を給付をしております。その残額を今回減額するものでございます。最後、社会福祉施設等感染症、感染予防対策支援事業でございます。これは、それぞれの施設の事業所に勤務をいたします職員の人数に応じて、10万円から30万円の事業を事業者に対して給付をするものでございます。これまでの間に75件、3650万円の給付を行ってまいりました。事業の終了に伴いまして、1300万円の減額ということでございます。とこれは対策事業の終了に伴っての減額でございます。先ほど申し上げましたように、感染予防のために事業の中止延期というような部分がございましたので、この差額についてはそういった部分の中止であったというふうに取り組んでいきたいと思います。少し、予算の内訳の的な話をさせていただきたいと思います。おめくりをいただきまして、地面に歳出の総括が出ています。それぞれの間で減額増額といった部分が出ておりますが、下から2段目、13巻の諸支出金をご覧いただきたいと思います。3億2000万円を計上してございます。これにつきましては、今回、減額をいたしました金額のうち、所要額を除いた3億2000万円を、今後のコロナ対策事業、さらには市政の参入財政の補填をするという意味で、財政調整基金へ積み立てをさせていただくことといたしました。3億2000万円を財政調整基金へ積み立てをさせていただくこととし、予算の補正後の総額を636億4700万9000円としたい、そういうものでございます。コロナウイルス感染症対策事業第6弾に関します補正予算第9号案については以上でございます。続いて12月以下の通常の補正でございます第10号案についてご説明いただきますので、もう一枚の自己実現性をご覧いただきたいと思います。補正の総額につきましては1億7759万1000円ということでございます。補正後の予算額については638億2469万円でございます。主な内容についてご説明申し上げます。最初の2点、総合支援給付事業と本格等非サービス給付につきましては、障害者支援の国の障害者支援法に基づく給付事業でございますが、それぞれ半期の過ぎ決算見込みによりまして増額の補正をするものでございます。続いて定流橋活性化事業でございますけれど、これ曽我山湖定流橋の千代川に、下村広場というものができております。そちらについて、千代地区の皆さんを中心にイベント等を行うときに、駐車場がないということで、その駐車場を整備する費用を計上しております。20台分の駐車場を整備する費用、さらに今年度流東道ということで、その地上の下村広場から流東道に向けて、下っていく遊歩道が整備をされました。その遊歩道を降りていくと、飯田線の目の前に、もみじ橋の方に繋がっていくんですけど、あそこら辺に支障がかなりあるということで、景観がよろしくないというご意見をいただく中で、その支障の除去を200万円をかけて、県の補助もいただく中で、
行いたい、そのものを定理強化生活事業ということで提唱させていただきました。それから河川の自然災害防止事業公式プログラムでございます。それともう一点が内水排除対策ということで、とございますけれども、これは内水排除を行う際にこの50プログラムを活用いたしまして、内水排除を行っている部分でこの川のゴムが、コンクリートで固められているところがだいぶ狭いということで、ポンプを設置する際に非常に困難であるということから、今回その護岸改修を行うための費用今年度中に行って、来年度からはその新しい護岸で内水排除の作業を行えるような状況にしたいということ、合わせて照明灯等も古くなってきていることから修繕を行いたいという部分を提唱したものでございます。それから人事局による人件費の減ということでございまして、期末手当の削減をこの際行いたいということで、一般会計と領域事業会計について行いたいとするものでございます。ご覧いただいた通り、歳入の中では繰り返金といたしまして、先ほどのちょっと積み立てをいたしましたが、準備交付金の残額がないということで、財政を1億2000万取り崩すということになっております。主なところは以上でございます。以上、括弧1から括弧3までの発表事項につきまして、記者の皆さんからご質問を受けたいと思います。ご質問ございます方は挙手をお願いいたします。朝日新聞の松下です。飯田出身のふるさと政治家についてお願いします。まずこの、帰省したいという学生がこの補助を受けるためにどういう手続きが必要なのかということを教えてください。はい、それでは私の方から説明をさせていただきます。基本的にはこちらに帰省をしたいと思う学生の方につきまして、現在居住をしている地区で検査をしていただいて、その証明を受けて帰ってきていただくということになりますので、居住地区といいますか、帰省をしていただくときに、東京まで出てくるとか名古屋まで出てくるとか、その場所でやっていただくのも結構なんですが、以前に帰ってくる前に、検査を受けていただいて、それを受けた領収書等を用意をしていただいて、申請をしていただくことで、その後転をさせていただくということ、さらには、お帰りいただくときに公共交通機関を使われたり、自家用車でお帰りいただいたりというケースが様々想定されますけれど、この交通費という部分は、特にどんな理由で、どんなものを使って帰ってこられたとしても、一律で2000円を上乗せをして、補填をしたいというふうに考えておりますので、検査に要する費用、PCR 検査だと1万8000円、抗原定量検査でありますと6000円でございますが、それに2000円を上乗せをして、寄付をしたいという手続きをしたいというふうに考えております。その申請の手続きは何か書類が、市で用意をして、その書類で申請をしてください。という形になるんでしょうか。事業の担当は市民協力各局のインターン受験実施進出を紹介しますので、私の方から説明させていますけれども、申請いただくのはまずは交付申請書兼請求書を書いてあります。また検査の領収書の写しということと、領収書の原本ということと、あと学生証の写し、こういったものを、ご提示いただくということと、あとは振り込みの口座通帳の口座番号がかかる通帳との写し、そういったものを提出いただくという形になっております。はい、わかりました。この検査の費用と帰省の費用というのはセットということです。要するに検査を受けずに帰省をした人に帰省費用だけ、補助するということはないということでしょうか。これは完全にパッケージの仕組みというふうに考えてますので、お住まい
の教授指導で検査を受けていただいて、陰性であるということを確認していただいた上で、規制をいただいた場合の交通費と検査費用をパッケージで、まあ、支援させていただいて、見切り合わせの、補助ということは考えています。あと、この検査費用ですけれども、いろいろその相場というのがあるかなと思うんですけれども、これを額に決めた理由というのはどういう、どういう形でこの1万8000円、6000円というのを決めたんでしょうか。PCR 検査と抗原定量検査の価格と料金というのは、まあ、例えばその東京で言うと、まあ、PCR の、まあ、3万から4万くらいの、まあ、相場になりますけれども、あと、まあ、抗原定量検査については、まあ、1万円、くらいかなというふうに見ております。ですので、それぞれ、まあ、6割くらいの負担、まあ、PCR については4万円の場合は、45% ぐらいになりますけども、なりますけども、おおむね、まあ、6割くらいの補助をしていただき、させていただくと、まあ、そんなようなことで考えさせていただきました。なお、交通費につきましては、これは、バスを使っていただくケースですとか、あるいはその JR を使って帰省をされるケース、また、レンタカー、自家用、所有される車の規制されるケースともいろいろございますと思いますが、まあ、一律に、2000円ということで、まあ、これについては、まあ東京から、高速バスで、まあ、規制いただいた場合の、まあ、片道は半額程度ということで、2000円ということで、まあ、算定させていただきます。これその対象というか補助を実際どれ何人ぐらいという見通しをはい、これは第2弾で、学生応援支援事業というプロジェクトということで、南信州地域の地場産品を送りをした事業でございましたけれども、その時には、まあ、おおむね、1300人の皆さんに、お申し込みをいただきましたので、今回の、まあ、事業につきましても、おおむねそのくらいの、見込みで予算プレゼントをさせていただいております。あと2つ、これをその実際に、その県外に住んでいる学生にどういうふうにこういう仕組みがありますよというのを知らせるというふうに考えているんでしょうか。これは大きく2つの方法ですけれども、第2弾の学生応援プロジェクトで申請をいただいた方々については、まあ、直接ご案内申し上げたいなと思っていますけれども、それ以外の皆さんにも広く行き渡るような方法とすると、これは、まあ当然は広報リーダーもそうですけれども、地元市、まあ、強さの今日ご市 のマスコミの皆さんにも前夜の収支を PR へのご協力をお願いしたいと思いますし、タウン市等への掲載等もしながら、まあ、広く周知をしてもらいたいというふうに思っております。最後にですね、財源ですけれども、この個人への支援のこのキャンペーンと新成人に関するその次の件ですか、これについての財源は全て飯田市の一般財源ということで、はい、わかりました、はい、ありがとうございます。それじゃあ小沢さん、小沢さん、今のに関連してちょっと市長さんに教えていただきたいんですが、先ほどね、まあ、今後の状況によっては見直しが迫られるというふうにおっしゃったんですが、どのようなことを想定していらっしゃるか、まあ、最近ですね、全国的に、非常に、感染者数が、まあ、これまでの最高値を更新するような状況、首都圏だけではなくて地方でもみたいな、そういった状況が出ていますけれども、どのような状況を想定なさってどのような見直しが迫られるのか、それをちょっと教えてください。はい、例えば、全国的に爆発的に感染が拡大して、ある種のロックダウンのようなことがあった場合には、このような事業は実施することが難しくなると思います。また特に成人式
方につきましては、集まってもらうということを、まあ補助するというか後押しをするわけですから、まあ、例えばこの地域の感染状況が非常に厳しくなったような場合には、成人式の実施そのものについて再考を迫られる、まあ、そういったこともあろうかと思いますので、まあ、そういういろんな意味でですね、感染状況を、見ながら判断を迫られるケースがあるだろうと、そういうことでございます。学生が、まあ、帰ってくるというそのバックトゥーリーダーというその、まあ、お考えについてはこのような状況、今まだねコロナが収束してないような状況を踏まえた上で、まあ夏場頃まではとにかく、まあ、全国的にもそうでしたけども帰ってこないでねというのを今度は帰ってきてねということをやりたいというお考えだというふうに伺ったんですけれども、なんていうか少しぐらい、ね、感染が例えば広がってもこういった検査をすれば帰ってこれるでしょっていう趣旨というふうにも受け取っておったものですから、ある程度感染が広がろうがこういったことをやって帰ってくれば安全じゃないかというような考え方だというふうに解釈しておったんですけど、なので見直しを迫られる場合もね、さほどこうなんていうか感染の拡大だとかっていうものにそんなにとらわれずにやりたいのか、そこら辺のちょっと興味深くなもんちょっと今浅田さんおっしゃった通りで、夏場感染状況はかなり収まっていたにもかかわらず、どちらかというと地元の親御さんたちも含めて、今帰ってくるといろいろ言われるんで、帰ってくるの控えだどうか、まあ、そういうような空気が、まあ、かなりあったと思うんです。そんなことも含めて、夏場にも帰ってこられなかったそういう学生さんたちに今回は、その検査を受けて、そういう意味ではご家族も含めて安心して帰ってこられる環境をこちらの方で作ってあげたい、そういう趣旨ですので、感染状況が広がっていてもですね、この、検査を受けて安心して帰ってきてほしい、まあ、そういうメッセージは伝えたいと思うんです。ただ、先ほど申し上げたように全国でもう動きを止めようという時にまではできないだろう、まあ、そういうことは考えなきゃいけない、そういうことでございます。次は島本さん。品川維新の島本です。市長にお伺いしますが、これは先週の専門家会議で意見を聞いたと思うんですけど、それは今回反映された部分があるんでしょうか。はい、検査の、まあ、やり方とか、いつまでに検査を受けるべきかといったようなことについて専門的なご意見があったわけですけれども、例えば当初、上のバックトゥーについては、帰ってくる帰省日の、まあ、2日前までに検査を受けて、帰ってくる、まあ、そういうような実施内容をペーパーに書いたわけですけども、2日だと検査機関によっては結果が得られないかもしれない、まあ、そういったことで今回の実施にあたっては一応3日、原則3日という設定に変えて、思います。また検査の、まあ実施の時期については、感染直後というのはなかなか把握が難しいんじゃないかという今ご指摘を受けているので、今後その学生に対して、帰省前しばらくの間はそういう感染のリスクがあるような行動を控えてほしいといったようなこともお伝えしながらの実施になるのではないかとか、まあ、そういくつかアドバイスをいただいております。ですので、補正の内容そのものに影響があったというよりは実施にあたってこう配慮しなければいけない、考えなければいけない、まあ、そういうところにこれからいただいた意見を反映させていくということになると思いますが、実施しようとしている、まあ、内容そのものについては、
趣旨として理解できると、まあ、そういうあの理解を、あのご意見をいただきましたので、ここに今書かれている内容そのものが、専門家会議で変化したということではない、まあ、そういうことですか。わかりました。あの確かにその、確かその先週の会議の時には、例えば抗原検査で偽陽性が出て、で最後 PCR 受けるとなると2日で足りないので、もうちょっと幅を出した方がいいんじゃないのかというような意見があったと。それを、まあ、反映させて3日以内という形にしたということですね。あの成人式の方は変わってないんでしょうか、期間というか、この時期の。あの成人式の方も、例えばその、1月10日の午後に今成人式やるわけですけれども、午前中に今おっしゃったように偽陽性が出て、PCR 検査を要するといったときに、PCR 検査の結果を待てないというか、まあ、間に合わない、正式に間に合わないので、それについては実施にあたってはできるだけ前日までに受けてくださいっていう、まあ、そういう、お話をしなければいけないだろう。ただその子の事情によっては、その日のに帰ってくるしか時間がないっていう子もいると思うので、一応あの10日の午前中までは、PCR 検査を受け付ける、あ、PCR ですね、定量抗原定量検査を受け付けるということで、日程としては1月10日までを範囲にしてますけれども、いただいた意見の中でできるだけ9日まで、前日まで来年に受けるという、まあ、そういうあの、お知らせをしていこう、まあ、そういうふうに変わっております。その制度を利用する、新製品なり学生さんなり、先ほどの規制もそうですけども、制度を使う以上はなるべくそういうリスクを減らす行動をするということを呼びかけながらやるという、そういうことになりますね。あの特にそのこれから感染状況は厳しくなる可能性もありますので、そういった状況に応じて、これを利用する、あるいは我々の方から助成する対象者の皆さんには、呼びかけをしていかなければいけないことが出てくると思います。他にはいかがですか。寺尾さん。中日新聞で青岡です。今のバックデータキャンペーンに関してお話ししたくお伺いしたいんですけれども、例えば、基本的に申請は1人1回だと思うんですけれども、例えばあの検査してみて陽性となってしまった場合は帰ってこられないんでしょうか。帰ってこられない。はい、そこについてはこのキャンペーンで規制費用を助成するわけにはいかないということになるので、帰ってくるのはそれはご家族のために伝えていただくということになると思うんですけれども、その場合の検査費用については、助成をするという方向で今考えています。陽性になった場合でも、その帰ってこようとして検査を受けてだけど陽性だったっていう場合には、助成をする必要があるんじゃないかっていうふうに今考えてますけれども、そこのところについては詳細最後詰めたいと思います。今のところはその帰ってくるつもりで検査を受けたけど陽性で帰ってこられなかったという方も、交通費は助成できないし帰ってきてもらうわけにはいかないと思いますけども、そこの部分については助成しようというふうに思います。そうすると帰ってこなかったけれども、その診断は診断じゃなくて検査を受けた領収書とかの申請があれば、まあ、検査費用を出すってことなんですけど、そうそう、さっきあのパッケージで交通費も2000円上乗せして言ったので、帰ってこなくても交通費2000円はもらえるっていうことになるんですか。いや、そこはもらえない。もらえない、検査費用。なので、そういったケースをどういうふうに最終的に、まあ、あの検査費、交通費を出さないってことですよ、決め当然そうなんですけども、どういう手続きでやるのか、あるいはそのどういうことで帰ってこようとする意思があったというふうに確認するのかとか、詰めなきゃいけないところがちょっとあるかなと思ってます。先週の専門家会議の時に配られた資料のバックデータキャンペーンの案の資料でも、あの領収提出書類の中に領収書の原本とはあるんですけど、診断書は不要とあるんですけど、そうするとその場合、例えばもしかしたら陽性っていう診断書が必要になる可能性もこれからあるっていうことですね。例えば最初は12月19日から対象で、まあ、早めにやって陽性になってしまって、
例えばこの期間中に、まあ、陰性になって戻ってきたい、1月になって、まあ、感染治って陰性になってもう一回検査を受けてこの期間中になんとか1月に帰ってきたいってなった場合はもう一回受けることとかはできるんでしょうか。もう一回待ってくださいだから、まあ、例えば12月の19日に検査を受けて陽性になってしまってその時は帰ってこれなくてなんですけど、まあ、その大体2週間などれぐらいで感染が治るのか分からないですけど、まあ、そろそろ陰性になったからもう一回検査を受けてなんとかこの1月11日までに帰省したいっていう学生がいた場合はもう一回検査を受けて帰ってくるっていうことはできるんでしょうか。1人1回までっていう原則なんですね。そうですね、まあ、その方の場合は2回検査を受けるってことになるわけですけども、1回目の検査の分については除染はできないというか1人1回なので、2回目の検査で陰性で帰ってきたっていうところを捉えて除染するってことになると思います。どちらかの方で申請してもらう。はい、ありがとうございます。あとメンテナンスですね。ラックスと成人式の方は併用はできないってことでございます。一応事業出身が違うといえば違うのでどうしても2回受けたいっていう子がいた場合方がいた場合にはそれを、まあ、2回もやらないでくださいっていうことはしないと思うんですけどね。1回受けて帰ってきてそのままずっとこちらで過ごしているっていうケースは基本的には陰性の状況だと思いますのでその子に逆にもう一度受けてください、成人式を出るためにもう一度受けてくださいっていうのはちょっと酷なのかなっていう気はしてますので、両方受けたい、どうしても受けたいっていう方が2回受ける、女性を受けることについて排除する必要ないような気もしますけども、逆にそれぞれ別で成人式に出る方にもう一度受けてくださいっていうことはあえて言う必要はないかなと。はい、南信州新聞社からです。今は関連ですけども新成人に関しても交通費の補助が検討されていたかと思いますがその点どのような検討で今回の補助があったか教えてください。はい、ご質問の趣旨は新生児への今私どもの抗原定量検査の助成を考えていますがそこに参加する方への交通費の補助の検討を進むということでよろしいでしょうか。はい、厚労省の記者会見で申し上げましたこれ2つ似てますけど趣旨は全く別で最初の方のラック2というのは、まあ、不安を抱いているお子さん家庭の方が、まあ、安心して帰省いただくということにありますので、まあ、学生の経済状況も考えて交通費の補助ということでそこはあります。ただ成人式の方は、まあ、そういうことではなくて集団になる時の感染リスクを少しでも和らげたいということですので、その抗原検査の補助のみで新成人これは新成人の方は社会人の方もいらっしゃいますし学生の方もいらっしゃいます。先ほどの交通費は学生対象になってますのでそうしたときに同じ趣旨で成人式の危険性リスクを考えるときに社会人学生の中でどちらか一方だけには交通費の補助ということも難しいだろうというふうに考えておりまして、結論から言うと今回新成人のこの補助に対しては交通費の補助は考えておりません。そうすると対象の新成人の方がバックトゥーに申請するってことが可能だというふうにいいでしょうか。はい、新成人の方に対しては今回の助成事業をそれぞれ個人宛ての通知で趣旨を徹底させていただきますがその時に先ほどもありましたけどバックトゥーの交通費補助を知らなかったというのは気の毒なので合わせて新成人には丁寧にこういう趣旨の事業こういう趣旨の事業があり先ほど市長も言いましたけどどちらもまあ選択すれば使えますのでその辺で誤解なきようには対応を進めてまいりたいと考えています。まあ、そういった対応を考えているということですが、まあ、そうはいっても
新成人の人がデバッグに申請するということが可能だということです。あとその、補正予算関係で財調、財調今回積み立てされますが、積み立て後の残額いくらでしょう。はい、10号までの経過を踏まえてということになりますけれど、財政収支基金の令和2年末の現在の見込み額は6億7300万ということになります。これ予算書上でございます。で、これを含めまして収容基金の残高は41億7千ということになりますので、まあ、予算上でも年度末の40億という残高確保は、まあ、今回の12月補正では達成できているということでございます。ありがとうございました。他には何ですか。はい、篠原さん。新成人の方で見込みなんですけど、この予算額はこれ、今その見込まれている新成人の人数分って感じなんですか。基本的にはですね、新成人の該当者数って1250人というふうにあります。で、そのうち例年の出席率がまあ7割弱ということで、850人ほどを想定しているうち、範囲内からの参加者ということで600人というふうに見込んだところでございます。出席見込みの数でいけば約7割の方というふうに計算をして600人ということで、予算を計上いたしました。ごめんですけど、新成人自体は1250人で、そのうち例年7割ぐらいが参加していて、それは850人ぐらいで、そのうち600人ぐらいが地区、範囲地区ぐらいが来るので、っていうのがポイントです。はい、わかりました。そうですね、新型コロナの対策事業の終了による減額に関連して、この、すみません、終了する理由をもう一度ちょっと教えていただきたいんです。終了する理由。基本的にはですね、期限を区切って、実施している事業について終了したので、その残額を減額するということだ。その単純にその国際連合会の期限が終了したのでって、そういうことでおっしゃってました。持続化給付金とか、この家賃補助とか、そういうことですね。はい。はい。よろしいでしょうか。あ、はい、さん。建築で部テレビです。そうですね。期日夜間診療所のプレハブ小屋を建てて、発熱パネル。こちら、この間、東京運動の時に、中村省庁から要望があった件と関連しているのかどうかは、まず聞きたいですけど。直接関連はして、いなくてですね。期日夜間診療所で発熱者をどういうふうに診療するかといったときに、現在動線が分けられない状況にあるので、プレハブを用意してそこで、オンラインを通じて診療する、その体制を整えるということで、高森町長もおっしゃってた検査についてまで、この予算でできるかというとそういうところまで入ってないので、この間いただいたご意見についてはさらに検討を要するという状況でございます。ありがとうございます。はい、よろしいですか。はい、ありがとうございました。新案からの発表事項は以上になりますので、ここからは、時間の方をちょっと押しておりますので、皆さんからご質問を受けたいと思いますけれども、ちょっと後の時間のスケジュールもございますので、その点ご配慮いただきながらご質問をしていただければと思います。篠原さん。一点だけ、市長、10月の市長選で公演されて、今1ヶ月ぐらい経ちますけれども、その後の地区は中野と、立て続けに現状が破れるという状況になっていると思います。なかなか現職が破れる、市長選で、ね、現職が破れる選挙が3回するというのはなかなかないんですけれども、
この状況を、まあ、市長も、まあ、ご自身で現職に書かれたという感じでどうご覧になっているのかなというのは率直な感想というんですかね、なぜそういう状況が起きているのかというのはどうご覧になっているかというのは確かに現職が、敗れる市長選が3回続いたっていうのはそうなんでしょうけども、おそらくそれぞれの選挙区というかそれぞれの市において状況は異なると思うので、一括りにして、評論するのはいいのかっていうのは私はちょっとわからないですね、ですのでその私の後の選挙についてどう思うかというのはちょっとわからないかしか言わないですね。市長もその選挙に絡んで停滞感とか閉塞感みたいな市民の声っていうところに答えたいっていうことをおっしゃってたかと思うんですけども、まあそういうことなんですけど、コロナがこういう状況になる前からおそらくそういう声があったんだと思うんですけども。そこにコロナが来て、さらにその状況がある種なんか強、そういう気持ち、市民とか、まあ、有権者の気持ちが強まったっていうところが背景にあるのかななんていうふうな、私なんかは思ったんですけど、その辺はどう思われますか。市民の皆さんの心情を推し量るのはちょっと難しいところありますけれども、飯田市の場合は、やはり、2回投票があって12年間、まあ、選挙がなかった、まあ、そのことによる、閉塞感というのもかなりあったと思いますので、冒頭の話に戻りますけれども、3つの選挙がこう、コロナ禍の閉塞感でっていうふうにくくるのはいかがなのかなっていうふうに思います。ごめんなさい。はい、それじゃあすいません、あとお一人、あ、そう、じゃあ、いいですか。すいません、手短です、すいません、お願いします。早ければ年内を目指していた副市長の人事の関係なんですが、今現在どのような段階なのか、12月定例会に何もありませんのかどうか、その辺を含めてお願いします。はい、熟慮中でございます。今後見通しは熟慮中。はい、ありがとうございました。それでは以上をもちまして、記者会見の方終了させていただきます。